結構深いにする感じ。
実践するぐらいじゃうざくない？そうそう、楽しいな。楽しい。Thank you.
水曜日バイトでやった時まで、あんまかかったから。
心配なんだよってその頃から全然連絡取れなくて、寂しい大丈夫ゆうたさんが置いてた小島今来てじゃなくて、ラーメンを並んで食うっていうのはないんですよ。